はい、おはようございます。外気温14度。あ、今日は朝の8時なんですけど、今日は少し業者の方が早くいるので、今から母のところに向かいたいと思います。今日も一日頑張るぞ。レッツゴー。こういう人じゃん。行ってきます。早起きできた？早起き。今日は、孫は今日私のとこに泊まったんです。で、私と一緒に寝たんですけど、すごく寝具が悪かったりしてちっちゃいとこもあったり、寝具が悪かったり。いびきって書いてあった？書いてない。ただ、ただ、占領されてましたチケットを。こんなに狭く、こんなに寝てました。私はこんなに狭くしてて、大の字寝てね。もう大の字寝たのかな。大の字。夢見た？夢見てない。ん？見てない。見てない。うん、あ、でもゲーム将棋見たの。ゲームはしたくてしたくてしたくて。夢で出てきたんか。2日に1回とか3日に1回でしょ。部活して、まあ、学校行きながら部活しながら塾行ったりして、ちょっと暇ができた時にゲームすればいいんじゃない、うん、全部やめんでもいいじゃん、まあね、うん、慣れてくるじゃん。大変よ、中学1年生になったら。ちょっと勉強がトランクな時は追いつかんと。そろそろ有料に入ります。中学生か。で、私の息子が中学校3年生になるんです。孫と変わらない年が。それすごくない？ねえ、何これ。ねえ、息子と孫が兄弟みたいな感じです。
てもあんまり話さないよね。こそ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 って言えば言わない。まあ、あれは抜けるけど、リアもそうなんだ。仕事にね、大人になる階段。嬉しい？中学1年生になってなんかねえ嬉しい？ねえ嬉しい？求めて今度言ってくれるからすごいやつで。おばあちゃんも中学1年生になろうかな。やめて。絶対にやだ。この感じやで。年も年じゃけん。アラフィフで来ました。皆さん仲良くしてください。よろしくお願いします。ドン引きされるから。ドン引きどころじゃない。いじめに発達する。え、でなんでいじめられるっていうことは逆じゃない。逆にやばすぎない。逆じゃない。ちょっとトイレ怖いよね。やばいやばい。手が伸びるよ、すっごく、すごいタコになるじゃん。170以上はいくね。今ばあちゃんがおるところに今向かうってこと？そう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 。あの遠いでしょ？そう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 。で乗せて新しい家に行く。ああ。ばあちゃん相当楽しみだよ。そうなの。待ちに待った日。広いけど、綺麗だしね。
もうちょっとこっちをだけ、こっち行こうか。うん、今なんかこう通りそう、あんまり通りそうないような、まあ、ちょっと通りそう。すいません、場所なんですけど、ちょっとも、乗る？最悪兄弟喧嘩じゃないんだよ、君と。ワンダーコアごときで傷つくよ。上がれんのんちゃん。下に下がるんじゃん。え、それほんまに腹筋なる？なる。気持ちが、あの背中が気持ちいい。あ、伸ばすん。うん。はい。この状態ありがとうございました。お疲れ様でした。はい。はい。